やあ皆さんこんばんは、ギムロ英介です。このチャンネルでは様々な未解決事件、解決済みの事件も含めて検証や考察、紹介をしています。それでは始めましょうか。桃井のぞみさん変死事件。セクシー女優として絶大な人気を誇っていた桃井のぞみさん。人気絶頂にあった彼女に一体何が起きていたのか。事件を覆う不可解な謎と犯人が残したメッセージとは。関係者の証言や現場の状況などをもとに、本事件は無理心中ではなく殺人事件だったことを証明し、桃井のぞみさんの無念を晴らす。事件の概要。桃井のぞみさん変死事件は2002年10月12日土曜日20時55分ごろ、長野県塩尻市広岡郷原の奈良井川河川敷にて、通行人から車が炎上しているとの119番通報があり、長野県松本広域消防局の消防車が出動、消火活動によって間もなく鎮火に至ったが、灯油をかけて燃やされていた車内外から男女の焼死体が発見。男性は塩尻市在住の会社員酒井弘樹さん、当時24歳と、女性の方はセクシー女優として当時絶大な人気を誇っていた桃井のぞみさん、当時24歳であることが判明。炎上していた車はホンダのオデッセイで、酒井さんの愛車だった。酒井さんはこの車内から黒焦げの状態で発見されたが、遺体の焼損が激しくほとんど骨となっていた。桃井さんは鋭利な刃物によって腹部、背部に4箇所の刺し傷があり、これが致命傷となった。また桃井さんの体も火を放たれて炎上していたが、うつ伏せの状態だったので火における顔への影響はほとんどなかった。桃井さんの遺体は炎上していた酒井さんの車から約7メートル離れた場所にあって、靴は履いておらず裸足だった。肺の中からはタバコ1服分の煙を検出。吸入量は人によって異なるが、約17ミリリットルから73ミリリットルであることから、時間に換算すると桃井さんが煙を吸った時間は 0.9 秒から 3.2 秒となる。車内で亡くなっていた酒井さんも桃井さんと同様にタバコ1服分の煙しか肺の中から検出されなかった。また靴も履いておらず裸足の状態であった。酒井さんは車の運転席ではなく後部座席と助手席の間で亡くなっていて、左手近くから柄のない包丁1本が見つかっている。酒井さんの直接的な死因は灯油を体にかけて火を放ったことによる焼死とされているが、先述したように肺の中からはタバコ1服分の煙しか検出されていない以上、酒井さんは焼死ではなく、かろうじて息があった状態で何者かに火を放たれたことを意味している。現に酒井さんの遺体の頭蓋骨にはへこみがあったという酒井さんの近親者による証言もある。これは第三者、つまり犯人が鈍器なもので、酒井さんを殴った後に火を放った以外科学的な説明ができない。よって本事件は酒井さんが桃井さんと無理心中を図ったのではなく、他殺説を前提として検証や考察を行い、ロジックを構築していく。炎上していた車のドアは全てロックされていて、車の鍵が車内にあった。遺体は灯油をかけられて炎上していた。この事件が無理心中ならば当然、灯油入りポリタンクが現場に遺留品として残されていなければならないが、これも発見されていない。酒井さんの自宅には灯油専用のポリタンクが4個置いてあったが、1つもなくなっていなかった。この点も本事件が無理心中ではなく他殺説と思われる根拠の1つとなっている。司法解剖や聞き込み捜査の結果、
犯行時間はわずか1時間ほどであったと推定。つまり19時50分から20時50分の間に2人は犯人によって殺害されたと思われる。だが本事件の捜査に着手した長野県警は事件発覚後のわずか1時間、つまり22時の段階で酒井さんのご遺族に対し心中の可能性が高いと告げていた。基本的に警察の捜査においてたとえ自殺が明らかと思われても死体発見時にすぐ自殺の判断はしない。その判断の根拠は長岡京蕨でも説明したように検視解剖などによって判断が下される。これは犯罪における誤った捜査や方針を防ぐためだ。死因が判断されて犯罪性がないとなると次に自殺の動機などを捜査するが、肉親や兄弟、関係者への聞き込みと遺書から判断して裏付けが取れれば捜査が終わる。家族や関係者の証言、遺書などがない場合は引き続きその遺書を捜索する一方、日記や SNS におけるブログなども探し出して自殺をする動機の有無を捜査する。警察の見解としては自殺他殺のいずれも不審死扱いなので検視や裏付け捜査は必ず行う。最初から自殺や無理心中の可能性があると思い込んで捜査をしないことが鉄則なのだ。にもかかわらず長野県警は事件発覚後のわずか1時間で酒井さんのご遺族に対し無理心中の可能性が高いと伝えていた。これは初動捜査において致命的なミスと言わざるを得ない。なぜならこうした裏付けや論理的根拠がない思い込みが間違った捜査につながって犯人を取り逃がし未解決事件となるからだ。案の定これだけ不自然な痕跡がいくつも現場から出てきておきながら長野県警は無理心中に固執してしまい本事件における犯人の検挙、事件解決に至らなかったと思われる。初動捜査の致命的なミスは本事件における捜査のずさんさにもつながった。一応翌11月になって長野県警も他殺の可能性を考慮し始めたが現場で炎上していたオデッセイの鍵が車中から発見されたとして一度酒井さんのご遺族にオデッセイの鍵ですと返却したものが実は酒井さんが普段仕事用として運転していたバンの鍵だとご遺族から指摘され長野県警は再捜索を行ったという何とも呆れた捜査をしている。2002年11月14日に無理心中は考えられないとする酒井さんのご遺族が弁護士を通じて長野県警察塩尻署長宛てに10点の質問書を郵送。2002年11月21日に弁護士が塩尻署を訪れ質問書の回答を受けた。同署はこの日質問書に対し捜査中で申し上げられないと明確な回答を拒否。2002年11月25日酒井さんのご遺族らが塩尻署に被疑者不詳のまま殺人の疑いで告訴状を郵送。1ヶ月後の12月25日にも酒井さんの友人たちが無理心中は考えられないとして事件における真相解明を求めた約7300人の署名を塩尻署に提出しようとした。しかし同署は中立公平な立場から捜査するとして署名の受け取りを拒否。年が明けた2003年1月17日塩尻署は形式に不備があるとしてこれまで3回にわたるご遺族からの告訴状をいずれも受理しなかったがこの日になってようやく受理。しかし長野県警は捜査本部を塩尻署に全く設置せず酒井さんのご遺族は2003年12月16日に長野県警に殺人事件としての捜査本部設置を求める行政訴訟の訴状を長野地裁に送付、提訴に踏み切った。だが長野地裁の辻次郎裁判長はご遺族の訴えを却下。判決理由で辻裁判長は捜査本部の設置は警察内部の捜査手法の一つで公権力の行使とは言えず公告訴訟の対象とならないとした。酒井さんのご遺族は保険会社へ酒井さんの保険金支払いを求める民事訴訟を起こし民事側から本事件における他殺の認定を司法へ訴えた。これに対し2007年1月23日長野地裁飯田支部において松田博義裁判長は周囲の状況から見て複数犯であれば殺害は可能であり第三者による他殺の可能性はあると認定、
保険会社へ保険金の支払いを命じた。民事裁判での勝訴後である2007年3月7日、酒井さんのご両親は事件解明に結びつく有力な情報があった場合、情報提供者へ懸賞金として最高300万円程度を支払う考えがあることを明らかにしている。また酒井さんのご両親たちは長野市を訪れ、長野県総務警察委員会が事件の経過を聞くために開いた会合へ出席。長野県警に殺人事件として捜査するよう働きかけてほしいとする上申書を提出した。しかし酒井さんのご遺族や友人たちの懸命な努力も虚しく、2023年2月現在も本事件における殺人事件としての捜査本部を長野県警は全く設置していない。二人の奇跡。桃井さんは長野県伊那市の出身で、地元の小学校では学校のミニバスケのチームに入っていた。中学、高校でもバスケを続けて選手として活躍した頃には県大会の優勝も経験している。そして事件当日に桃井さんがメールする恵子さんとはこの頃からの幼馴染となる。東京の短大に進学した1996年、桃井さんは食物栄養の勉強をし、栄養士の資格を取得した。さらに上級の資格を取得するために都内の専門学校にも進んでいる。専門学校を出てからは病院の食事を作る仕事に就いていたが、厳しい労働だったこともあって1年ほどで退職した。同時期の2000年頃、桃井さんは JR 新宿駅東口のアルタ前でスカウトされて、2001年4月にセクシー女優としてデビューした。桃井さんはロリータ系として人気を博し、200本以上のセクシービデオに出演。2002年には同じくロリータ系のセクシー女優たちとアイドルユニットミンクスを結成している。また桃井さんはセクシー女優やアイドルユニットの他に舞台女優としても活動をしており、劇団ストレス発散計画の舞台にも本名の渡辺芳美として出演。実力派の舞台女優を目指していた。この時期にセクシー女優業界のモデル事務所社長兼プロデューサーの H 氏と東京都内で同棲。桃井さんのビデオなどの収益はこの H 氏が全て管理していた。一方酒井さんも長野県伊那市出身で、桃井さんと同じ長野県公立赤穂高等学校の普通科に通学していた。酒井さんは桃井さんより学年が一つ上で、当時桃井さんは酒井さんのことを知っていたが、酒井さんは桃井さんのことを知らなかったという。その後酒井さんは愛知県名古屋市内の専門学校に通っている。高校や大学を愛知県で過ごした恵子さんとも親しい付き合いだった。また酒井さんはバンド活動も行っていて、メインボーカルを担当。異性関係は3年来の交際をしている彼女がいたが、後に別れている。伊那市内にある大手家電メーカーに就職していた酒井さんだが、工場を退職し、2001年8月頃から塩尻市内の施工会社で大手メーカーが販売するユニットバスの据え付けを担当していた。同社の社長は酒井さんにとって伊那市家電工場の上司という間柄だったが、独立したのをきっかけに酒井さんに一緒に働かないかと声をかけた。そのため酒井さんの実家は伊那市だが、2001年から塩尻市内に住居を変えている。二人の出会いは2001年5月のゴールデンウィークに、桃井さんが長野県伊那市に戻り、幼馴染の恵子さんの家に遊びに行ったことが始まりだった。恵子さんは塩尻市内でエステ勧誘のアルバイトをしていたが、その時に酒井さんから恵子さんに電話があり、一緒に飲まないかと誘われる。酒井さんが連れてきた男友達二人と恵子さんや桃井さんを含めた5人で飲み会を行ったが、これ以降酒井さんと桃井さんは連絡先を交換して連絡を取り合うようになる。連絡を取り合うようになって早い段階で、桃井さんは酒井さんに自分はセクシー女優であることを打ち明ける。桃井さんのカミングアウトを受け入れた酒井さんは桃井さんを信頼し、その後もメールや電話のやり取りが続いて、2001年7月頃から桃井さんは酒井さんの住む塩尻市へ通うようになる。事件前日の2002年10月11日金曜日に、酒井さんと桃井さんは恵子さんを交えた3人で酒井さんの部屋で飲食や談笑をしているが、桃井さんは恵子さんに、ひろきくんが好きだから社長とは別れたのと話し、
この時に桃井さんはゲラについても恵子さんへ語った。ビデオの出演は単独もので1本100万円ほどだが、単独でのビデオは2-3ヶ月に1回しか撮影できず、その間に他の女優と絡む仕事が入っていたという。こうしたコラボ企画ものは1本20万円ほどにしかならない。貯金は500万円ほどで、どうせ今しかできないんだし、稼げるだけ稼いだらやめようかなとも漏らしている。酒井さんは事件当日である翌日の予定を、夜は会社の飲み会があるんだ、よっちゃんは彼女として連れて行くと別の友人男性に話している。以上から二人が無理心中を図る様子は全く見受けられず、理由も皆無だったと断言して差し支えないだろう。事件の容疑者たち。本事件の容疑者は複数存在している。一つずつ整理していこう。一人目が酒井さんの隣人である M 氏だ。酒井さんは2002年5月から6月頃にマルチ商法に関わっていた。これはアパートの隣人である M 氏から誘われたものである。また酒井さんはこの案件とは別に中古車販売業の副業も2001年から始めている。酒井さんの友人たちがこのサイドビジネスを知ったのは2001年12月頃であった。酒井さんは恵子さんに、正式なルートではないけど儲かるんだよねと話している。 M 氏は酒井さんとはマルチ商法の他にもこの中古車販売業にも深く関わっていた可能性がある。というのも酒井さんへの80万円の借用書、中古車販売に関わる謎のメモの筆跡が M 氏と一致するという長野県警の見解があったからだ。酒井さんが2002年4月末に80万円を貸して、事件が発生する前の2002年9月末に全額返済される旨が書かれた書類も見つかっている。酒井さんの友人たちも聞き覚えのない男性の名前が書類には記載されており、その男性が M 氏と思われる。 M 氏は事件発生当時アリバイを偽装していた。 M 氏からアリバイを頼まれた人物は、事件当日の10月12日20時頃にパチンコから帰ってきて、21時頃一緒に出かけたことにしてくれと証言。 M 氏はテレビのインタビューでアリバイを偽装したことを認めた。10月12日から10月13日午前2時半頃までパチンコをしていて、その後長野に行き午前9時半頃に帰ってきた。アリバイを偽装していた理由は、当時は結婚していたので風俗店に行っていたことを妻に知られたくなくてアリバイを偽装したという。だが M 氏と一緒にいたことがある人の証言では、 M 氏は警察から話を聞かせてくれと言われたこともあるが、15年くらい姿を隠せばなんとかなると語っていたという。また M 氏は偽名で仕事をしているが、それでも警察が来るので仕事ができないとも話している。この証言をした人物に対して長野県警は被害届を出すように依頼していて、場合によってはその被害届を使って別件で M 氏を逮捕すると言っていたとのこと。確かに長野県警は事件当初に3回ほど M 氏を任意で呼び出して事情聴取しているが、事件とは関係なしと捜査圏内から外している。2人目は酒井さんに対して執拗に桃井さんと関係を持たせるように要求していた地元在住の A 氏だ。地元の関係者によると、酒井さんが桃井さんとメールや電話のやり取りをしているのを聞きつけた知人の男性が、俺にも桃井のぞみを紹介してやらせてくれなどと酒井さんにしつこく電話していたという。酒井さんは困り果てて飲み屋で顔見知りになった A 氏に相談。 A 氏は地元では反社の人間らしく、その圧力で知人男性の迷惑行為は収まった。ところが今度はこの A 氏が同様の行為をやり始めた。事件前日の10月11日金曜日にもこの A 氏は酒井さんに対して要求の電話をかけている。まさにミイラ取りがミイラになったということだ。酒井さんと一緒にいた桃井さんは、私の東京の知り合いにはもっと怖いのがいるから、そういうのは断っちゃっていいよと言い、酒井さんはその旨を A 氏に伝えて電話を切った。そして翌日に事件は起きた。 A 氏は事件後に、奴ら俺の言うことを聞かないからこんなことになるんだ、いい気味だなどと周囲に漏らしていたという。 A 氏のことは酒井さんのご遺族の話で長野県警も把握していた。しかしその男は酒井さんと面識のあることは認めた。携帯履歴なども調べたが、
塩尻署の見解は潔白、ストーカー云々の話までは突っ込んで聞いていないと、この A 氏も捜査圏内から外れている。そして3人目の容疑者が桃井さんと同棲していて別れた事務所社長兼プロデューサーの H 氏だ。桃井さんの収益は実質社長である H 氏が管理していた。ビジネスにおいてその中抜きは結構な額であっただろう。その根拠が桃井さんの貯金額と異常ともいえるビデオ出演していた本数の多さだ。セクシー業界の関係者なら私が異常と表現する理由もわかるだろう。活動期間がわずか1年半で200本以上にビデオ出演していたというのは極めて異例だ。これだけ多くのビデオ出演をしていれば相対的に収入も高くなる。コラボ企画を混ぜても普通ならば何千万円にもなるはずだ。にもかかわらず桃井さんは恵子さんに貯金は500万円と語っている。過少に言ったとしても収入に見合う貯金額ではなかったと思われる。これは H 氏が桃井さんの収益をかなり中抜きしていた証左とも言える。つまり H 氏にとって桃井さんは自分の女というだけでなく金のなる木なのだ。 H 氏にとって自分の女であり金のなる木とも言える桃井さんが他に好きな人ができたから社長と別れたいと言えばどうなるだろうか。実はその伏線は2001年の11月頃から発生していた。当時のセクシー業界の関係者によると桃井のぞみが引退したいと言っているという話が業界内で出ていたという。また桃井さんは2002年9月頃にも周囲の関係者とセクシー女優を辞める辞めないで揉めていたという。桃井さん自身がアイドル志望でもなかったのであまりミンクスをやりたがっていなかった。2002年10月15日からミンクスのメンバーを含めた8人でビデオ撮影に入り、10月18日にはライブイベントを開催する予定だったが、事件直前桃井さんは撮影をやりたくないとごねてトラブルになっていた。桃井さんがごねた理由はもちろん酒井さんのことが好きだからだろう。たとえ仕事でも酒井さん以外の男性にはもう抱かれたくないという純粋な女心だ。だがそうした桃井さんの行動を目の当たりにした H 氏はどう思っただろうか。本事件にも他の事件と同様に不可解な点がある。ポリタンクや吸い込んだ煙の量は先述したので、ここではそれ以外の謎について検証したい。なお酒井さんの部屋に設置されていた PC の電源がオンになっていたなどは2人が犯人たちに連れ去られたのが明白なので省略する。私が感じる謎は3つある。1つ目が桃井さんが酒井さんの車から約7メートル離れた場所で遺棄されていたことだ。犯人が酒井さんや桃井さん2人を無理心中に見せかけたいのなら桃井さんも酒井さんと一緒に車内に放置して火を放つはずだ。その方が男女の無理心中によりリアリティが増す。またわざわざ桃井さんを車から離して火を放つのは犯人にとっても効率が悪く時間的リスクも高い。すぐに現場から立ち去らないと犯罪を目撃されかねないからだ。にもかかわらず桃井さんは車から7メートル先でかろうじて息がある状態で炎に包まれ亡くなった。その理由は一つだけ考えられるが、それは氷室英介の考察で述べる。2つ目が酒井さんの左手付近に置かれた包丁だ。酒井さんの利き腕は右手だった。また日本人の左利きの割合は人口の約 11% と言われていて非常に少ないと言える。犯人が左利きならば包丁を酒井さんの左手に置いた可能性もあるが、この犯人が酒井さんのことを熟知していた場合はどうだろうか。酒井さんは2002年5月12日朝、利き手の右腕が急に動かなくなるという事案があった。伊那市の実家に戻って仲間と酒を飲み、酒井さんにしては珍しく泥酔して寝違えたと塩尻市の会社へ報告をしている。そのため病院へ通院したが、1ヶ月近くも右腕は十分に効かなくなった。酒井さんの上司の話では、グーになったきり自分の意思では指が伸ばせなくなって仕事を1ヶ月休んでいる状況だったという。だが、この話は当時の関係者しか知り得ない情報だった。つまり、犯人は酒井さんの右手が満足に動かなかった可能性を鑑みて、包丁を左手付近に置いたとも言える。よって、本事件の犯人は酒井さんに近しい人物、
または酒井さんの情報を犯人に漏洩した人物が関与している可能性がある。そして最後が現場から発見された赤いバラ3本を刺したワインの瓶とワイングラス2つ、ろうそく2本だ。酒井さんの元恋人である B 子さんによると、友達が来て飲むのにワインの買い置きは部屋に1本あったけど、自分で買ってまで飲む人じゃない。ワイングラスも部屋になかったはずといい。また B 子さんは現場にあったのは赤いバラだそうですが、ひろきから誕生日にバラだとか花束なんてもらったことがないという。現場に残されていたこの赤いバラなどについて長野県警は事件に関与なしと判断している。だが現場に残されていたこの赤いバラには桃井さんに対する犯人のメッセージが込められていた。氷室英介の考察。では犯人が赤いバラに込めたメッセージを指摘しよう。赤いバラに込められた花言葉は愛情、美、情熱、熱烈な恋とあるが、もう一つある。それはあなたを愛してますという意味だ。ここからはあくまでも私の個人的な考察となる。それを承知した人のみご視聴願いたい。桃井さんの酒井さんに対する気持ちは本物だ。これは桃井さんのプライベートや名誉にも関わってくるので多くは語れないが、酒井さんと出会うまでの桃井さんは男性との交際においていろいろなことがあった。その気持ちが本物であればあるほど、ある男性にとっては愛情が憎悪に変わったとしても何ら不思議ではない。また桃井さんがセクシー女優の仕事を辞めたいと思っていた場合、その男性にとって桃井さんの利用価値がなくなることを意味する。その2つの事案が交われば、桃井さんやそのきっかけを作った酒井さんをこの世から消し去りたいと思う可能性がある。これはストーカー殺人を行う犯人に芽生える極めて身勝手な感情だ。犯人は桃井さんが自分から離れて酒井さんの元へ行くことに我慢がならなかった。自尊心を傷つけられたと感じたかもしれない。しかも桃井さんは絶対に言ってはいけないことを10月11日金曜日に思わず言ってしまっている。それが A 氏の電話における発言だ。 A 氏のしつこい要求に困り果てていた酒井さんを見かねた桃井さんは、私の東京の知り合いにはもっと怖いのがいるから、そういうのは断っちゃっていいよと言っている。相手が普通の一般人なら桃井さんの忠告も効き目があるだろうが、A 氏は地元では反社側の人間だ。そうした人物が片着の人間から舐められてコケにされた場合、メンツもあって黙ってはいないだろう。その A 氏が東京にいる桃井さんの関係者たちにこんな電話をすぐかけた場合はどうだろうか。桃井のぞみ戻された。あんたらの力を使って俺を潰すようなことを言われた。この落とし前はもうつけてくれるんだ。よる。 A 氏は片着の人間ではない。体にはモンモンを入れている。こうした人間がドスの効いた声で相手を恫喝すれば、さすがに関係者たちも震え上がるだろう。ある男性にとっては、俺と別れ、仕事も辞めようとして迷惑をかけているのにもかかわらず、好きな男のためにまだ俺を利用してトラブルを起こそうとしているのか、ふざけるなと激高すれば、桃井さんへの憎悪は増幅したであろう。そしてその怒りが2人を殺害する気持ちに変わったとすれば、犯人は A 氏から酒井さんの情報を詳細に聞いて協力を申し出た可能性がある。要は共犯関係だ。そう考えると、 A 氏が奴ら俺の言うことを聞かないからこんなことになるんだといった意味に論理的な整合性が出てくる。おそらく酒井さんと桃井さんが部屋から連れ去られたのは、酒井さんの最後の電話となった10月12日19時53分から20時の7分間だろう。その根拠は2つある。1つは酒井さんの自宅から遺体が発見された広岡郷原の河川敷までは車で5分の距離なこと。2つ目が19時53分に酒井さんと話した S 氏が再び20時5分に電話をかけた時には、酒井さんの携帯電話が電波が届かない場所にあって呼び出しが遮断されたことだ。事件当時の携帯電話における電波状況は山や森には非常に弱く、電話が切れることが往々にしてあった。広岡郷原には樹木がかなり生い茂っているのを踏まえれば物理的に整合性が出てくる。また酒井さんの部屋にあった PC の電源がつけっぱなしだったことや、桃井さんの靴も玄関に置いたままなのを踏まえれば、
犯人たちはいきなり酒井さん宅に行って2人を強引に拉致したと思われる。だとすれば、長野県警がいくら疑われた人物たちにおける事件前後の携帯履歴を調べても全く意味がない。その線から次々と怪しい人物を捜査圏内から外したのがいい例だ。車や遺体からは犯人の指紋は炎で燃えて採取不可能だったことはわかるが、桃井さんは4箇所も鋭利な刃物で刺されて致命傷を負っている。それに伴う血痕が現場に残されていなかったということは、桃井さんと酒井さんは犯人たちの車中で致命傷を負ったと考えられる。酒井さんの自宅から血痕が検出されなかったこと、2人の肺の中からはタバコ1服分の煙しか検出されなかったのがその証左だ。犯人は桃井さんを鋭利な刃物で刺して火を放ったが、桃井さんへの愛はまだ残っていたのか。赤いバラで桃井さんに対する思いを残し現場に置いた。桃井さんを車から離してうつ伏せにし、火を放ったのは桃井さんの顔を傷つけたくなかったのだろう。そこに犯人の桃井さんに対する歪んだ愛が垣間見える。桃井さんは酒井さんを最後まで愛し、そして亡くなった。桃井さんはただ酒井さんと結婚して普通のお嫁さんになりたかっただけだった。しかしそうしたささやかな幸せが叶わなかった。私の個人的な感情となるが、桃井さんの無念を思うとあまりにも切なくて胸が苦しくなる事件の一つである。亡くなられた桃井のぞみさん、酒井博樹さんのご冥福を謹んでご祈りいたします。合唱。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントやベルマーク通知をご願いいたします。氷室英介。